皆さんおはもか、夢の世界の花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城もかです。今日は11月13日、誕生花は七かまどです。七かまどには、慎重、聡明、あなたを見守るといった花言葉があります。夏に真っ白なとても可愛らしいお花を咲かせます。花言葉は木が燃えにくいことと七かまどの木で十字架や船などを作ったという言い伝えにちなみます。北欧神話やヨーロッパなどで眉毛として使われるイメージもあるかな。お花の名前は七度のかまどに入れても燃えないという説から来たと言われていますが、実際はよく燃えます。七かまどの木炭は火力が強く、7日間1週間炭焼きのかまどで寝かせる必要があったからではないかとも言われています。英語では北欧語のルナが語源で、お守りといった意味を持つロワンやマウンテンアッシュ、山のトルネコと呼ばれているそうです。日よけの木や落雷よけの木として縁起の良い植物なので、一家に1台おすすめです。知人に誕生日の方がいらっしゃいましたら、お守りにプレゼントしてみてはいかがでしょうか。あと花や木だけではなくて、小さな赤い実もつけるのですが、これは果実種としても親しまれているそうですよ。気になった方はぜひ調べてみてくださいね。それでは花城もかでした。今日も素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい。